です。発展途上の時間の効率的な増やす方法。俺時間ないし忙しいしって言ってるような社長さんに聞いてほしいんですけど、最初に必要なのって、まあ、例えばテレビをポチって見て 5,6 時間見て、まあ、ギャハギャハと笑ってるような社長さん、まあ、そうでないにしても今スマートフォンあるから長時間インターネット大さらとさらさらと見てたりとか、もしくはこういう YouTube とかを長時間視聴してたりとかもあるかもしれない。そういう無駄をまず削っていく。そうすることで時間生まれるじゃん。でその次に必要なのが自動化っていう作業ね。例えばこういうプログラミング系の本だとかあるけど、作業をコンピューターにプログラミングしてやってもらうっていうこと。今だとディープラーニングってあるじゃん。いや俺プログラミング苦手だしっていう人であれば、外からソフトを買ってそれで自動化していくっていうことが重要で、その次に重要なのが人を雇う作業。そこまで来ると、いや別に俺こんな人に任せるぐらいだったら俺がやった方が効率的だしパフォーマンス高いしって思うかもしれないけど、それは社長さんのおごり。人はミスするし完璧じゃないけど、任せることでなければ成長しないし、失敗を経験して成長する人だから。だからどんだけ失敗しようが任せるってことを率先してやると、まあ、社長さん自身の能力が向上していく。そうすれば任せた仕事の分だけ社長さんの時間が浮くしね。でその次に必要なのが遅らせるっていうこと。そこがまあ運搬の仕事であれば、段ボール1個だけをトラックに乗せて運ぶよりも満タンにして運んだ方が効率的じゃん。だから満タンになるまで待つっていう、それだけの話ね。そこまで来ると会社ってかなりの規模になってるからすごいことになってるんだけど、その遅らせるっていうことは重要。そしたらコストも安いですね。でまあ最後に必要なのが、優先したいこと、大きなことを優先して小さいことは見逃すっていうこと。そういうことが書いてあるので、ぜひとも実践してみようっていう話です。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。